保護してきた鳥ちゃん、君誰？もしかして金華鳥ですか？ね。お水飲む？お、どこ行った？お水飲む？ちょっと警戒心あるよな、怖いよな。こんな高いとこ行かれちゃったらさ、お父さんさ、お水あげられないよ。ほら、お水飲む。あ、鳴き声かわいい。お水あげて。おい、降りてこい。捕まっておくれ。こっちおいで。こっちおいで。あとちょっと、もうちょっとね。歯入ってる。ちょっと落ち着いた？ね。ねえ、君赤ちゃんだね。疲れちゃってるね。でもなんか逃げたりしないから、やっぱり警戒心が低いっていうところは。ひななんだろうな。よし、食べた。よかった。そっか。ちょっとご飯食べててね。待ってね。よしよしよし。よし、この子大丈夫だ。ご飯自分で自力で食べる力があるからこの子は大丈夫だ。ごめんな。いいよ、食べな。ごめんね、びっくりさせちゃったね。食べていいよ。食べると元気出るよ。携帯ちょっとビビってる？そうでもないんだよな。こっから見るとさ、角度が思いっきりこっち見てるように見えるんだけど、うん、あっち見てる。寝てるじゃん。寝てる？そこ入っちゃダメなんで、君ちっちゃいから入れちゃうから。うん。あ、でも食べてくれたから一安心。本当に安心したわ。自力で食べれるってことは楽だわ。眠いの？本当はお腹空いてんでしょ？ね、食べな。うん、何食べてる？かま。アバだね。アバが、アバ食べてるね。かわいいね。それ、ほこり。ん？あ、うんちした。うんちの色もきっと変わってくると思う。あ、それ君のうんち。それはまずいなぁ。それはいかがだもんかなぁ。後で拭こうね。うん、それご飯じゃなかった。うん、そうそうそう、そっちそっち。びっくりなだよ、今の。食べてるね。それまで違う。
そっちね、ほこりも多いしね。ないよ、こっちは。かわいい、こっちまで来たな。お、飛んじゃった。うん、元気だ。